を開催してまいりたいと思います。本日、司会進行いたします、私日本気象協会におります平松と申します。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。で本日、講師にですね、もうすでにご紹介されているかと思いますけど、茂木耕作様、海洋研究開発機構、いわゆるジャムステックですね、そちらの研究員の方をお招きして開催することになりました。で、著者、主な研究、あと自己紹介等についてはもうご本人にしていただくと思う予定でございますけれども、まあ、梅雨前線の正体という、そういう雨の関する研究をされているというふうに聞いております。それからこういったそのカフェのような、こういった公演、非常に楽しい公演をやっていただけるということで、今日もですね、そういった公演を私も期待しております。でちなみに気象サイエンスカフェっていうのは、研究者と一般の方のですね、間を取り持ちながら、いかに、まあ、ある意味研究、自分の研究をいろいろと発表していただく、あるいはその逆に、聞く方はですね、研究者に対していろいろと問い合わせを、問いかけをしていただこうというイベントでございます。それから、まあ、開催の後にですね、実はここのフロア、3階でですね、これ1時間半ほどやった後、8時45分から、レストランでですね、まあ、講師の先生を囲んで、簡単な懇親会を予定しております。で一応その懇親会の実費でですね、1人2000円を予定しております。で、ちなみに参加してもいいかなと思う方、ちょっと挙手をお願いできますか。ありがとうございます。あれあんまり来ないかな。いいですよ、そんなにいっぱいじゃなくて。ちょっと数えてください。あ、かゆちゃん。はい。OK ですか。はい。はい、10人ぐらいですか。10人。はい。じゃあ、ぜひ、これから、あと講師の方にいろいろお話しいただくと思いますので、スピーカーとマイクの方をお願いしたいと思います。それでは、すみません。あと、はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。茂木耕作です。よろしくお願いします。サイエンスカフェって僕初めて来たんですけど、サイエンスカフェに初めて来たっていう人、どれぐらいですか？あ、ほぼ初ですか。じゃあ、ここに来たのも初めての感じですかね。それ以外は気象協会の中なんですね。はい。あ、わかりました。ありがとうございます。僕も初めてなんで、まあ、どういうものなのかは、僕、サイエンスカフェっていうのがどういうものかっていうのは、まあ、僕も決めてはいないですけど、世の中的にもそんなにこうじゃなきゃいけないみたいなもんでもないと思うんで、まあ、こんな風になったら楽しいなをですね、最初にちょっと考えたいなと思っています。でですね、今日のタイトルはちょっとなんだこれっていう感じですけど、ね、天気に愛される技術っていうですね、本当かっていうタイトルをつけましたけど、まあこれの話はちょっとおいおいしますが、最初にですね、まあ今日これサイエンスカフェなんで。サイエンスカフェっていうのは、まあ、何なのかっていうのはそれぞれイメージがあるかもしれないですけど、世界一こういうサイエンスカフェだったらいいなと。で多分その皆さん立場をいろいろお聞きしてるとですね、それぞれがなんかその発信したりとか、なんかそのサイエンスカフェを開催したりとか、まあ、あるいは前に出てプレゼンターになったりとかっていうこともありそうな方々が結構いらっしゃるみたいなんで、まあ、こういうのだったら一番いいんじゃないかなっていうのがそれぞれあると思うんですけど、ちょっと全員立っていただいていいですか。はい。これ僕が授業とかでよくやるんですけど、世界一こういう授業だったら一番いいっていう、まあ、自分が思うやつをですね、順番に聞いていくんですよ、全員に。で一番最初に言った方が楽です。はい。こういうのがいいですっていうのはある人はどんどん手を挙げて言ってください。何でもいいですよ。こういうのが、はいはい、何ですか。変更的変更っていうのは偏った。あ、はい、偏った方が面白いですよね。はい、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 どんどんいきましょう。何でもいいですよ。はい、お願いします。
気楽な、気楽なやつがいいですね。堅苦しいサイエンスカフェってありなのかって言ったら多分ないですね。はい、他に、はい、はい、はい、小根さんなんかあります。変態。まあ変わってた方が、ちょっとだからわざわざ行くんだから、なんか変わってないと面白くないなっていう気は僕もします。はい、僕が変態なのかどうかちょっと、はい、あれですけど、はい、他に、はい、お願いします。失敗話がいっぱい来てる。ああ、失敗話ってみんな好きですけど、みんな話さないですよね。みんなその、俺すげえだろみたいな話ばっかりするんで、たまにあの失敗話ばっかりのサイエンスカフェがあってもいいかもしれないです。はい、ありがとうございます。はい、他にありますか？はい。自分が参加できる。あ、参加というのはどういう感じの、参加っていうのはどういう意味ですか？講師を。はい。養殖するぐらいに、はい、皆さん結構攻めますね。僕が考えていた以上に攻めてきますね。はい、ありがとうございます。はい、何かありますか？まだ結構上がりますね。はい、はい、どうぞ。コミュニケーションで、はい、はい、で楽しい。どういうのが楽しいと思います？話が盛り上がる。はい、盛り上がる話ってどういう話に盛り上がりますか？今日でいくと、僕は天気に愛される技術っていうタイトルにしたんですけど、これ大丈夫ですか？盛り上がりましたね。大丈夫、内容したいと思います。あ、はい、わかりました。頑張ります。はい、他に、はい、はい、はい、杉、まあ、小杉です。小杉です、はい、はい、まあ、騒がしい、こう、なんか、自由な。わいわいしたね。はい、はい、気象大学校の授業だと、シーンとしてるイメージですけど、ちょっとこの二人だけ、はい、喋りまくって、やかましい感じなんですね。疎まれたというか、あ、なるほど、お前らうるさいっていう、なんかそういうのを呼び寄せちゃうんですかね、僕は。はい、はい、はい、まあ、やっぱり自分と違ったなんか組織なりなのに、はい、属していたり、違った経歴を持っている方、あ、なるほど、まあ、30通り結構今日ありそうですね。参加者も含めて、なるほど、はい、あ、いいですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、世界一お得なサイエンスが、お得ですか？何が、あ、得やってほしいんですね。得っていうのはどういうのが、あ、でも今日のタイトルは、はい、技術が一つでも知ってくれたので、はい、あ、これ得だと感じていただける感じでしょうか？はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、世界一実験が多い、はい、え実験ですか？なるほど、実験しましょうか今日。ちょっと楽しそうですけど、はい、はい、僕ちょっと実験をしてますよ。はい、はい、あのこういう無茶ぶりをしたらどう返ってくるのかっていう試験ですけど、はい、どんどん送っていきますんでよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、はい、世界一アホな、アホですか？慣れる、ああ、はい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 、こんなこと聞いても大丈夫？ああ、どんなこと聞きたいですか？あの僕たまたまテレビディレクターなんですけど、はい、結構あの視聴者の方と、うん、だいぶこう話し方で、はい、はい、言葉の使い方が違うので、うんうんうん、こう届けても大丈夫。なるほど。飲み会行くとあんまり変わらないんですけどね。こう別に人種が違うわけじゃないんですけど、はい、こういう感じになるとなんかこう急にこうなんていうんですかね、僕らもやりにくくなっちゃうんですよね。はい、ちょっとぜひよろしくお願いします。ディレクターなんで。はい、はい、素人でもよくわかる。ははは、素人、あ、どういう感じ、素人にもいろんなレベルがあると思うんですけど、はい、はい、普段どういうご興味で、天気に愛される技術、どうしてほしいんですか？なぜ欲しいと思うのかっていうのはありますか？欲しい感じですか？はい、はい、今日わざわざ来ていただいたと思うんですけど、はい、普段なら来ない。あちこち行くんですけど、あ、そうなんですね、来たことないのです。あははは、気象って言ったら面白いのかなと思ってやってた。なるほど、なるほど。普段得意なのはどういうことですか？得意はないです。でも全てあまねくいろいろこう雑学的な、そうですね、はい、分かります、ありがとうございます。はい、しっかり予測したのか。はい、もう今の時点で全然予測不可能ですね。はい、増えるわよ。はい、全員ですからね。最後になったら一番、俺最後の人一番いじりますから、ね。はい。カメちゃん行くか。はい、はい。最後。
母ちゃんはもう知ってるから、ね、散々いじってるから大丈夫です。僕は知らない人をいじります。はい、楽しくて、はい、一生心に残ってます。今日一生心に残ってほしいと思ってますよ僕も。はいはい、かよちゃんには特にね、はい、お願いしますよ。はい、かよちゃん次第なんで、私次第、はい、完全に相手に依存していきますんで。はいはい、はい、眠くならない。眠いんですか。眠いのはわざわざ来ていただいたんですね。多分大丈夫だと思いますよ。はいはい、強ポン何何何、今日なんか出るんですか。料理なんか出るんですか。出ないです、ね、はい、濁り茶で、はい、我慢していただくしかないんですけど。美味しいもの食べに来たんですか。じゃあ飲み会まで我慢しかったんです。はいはい、他に、はい、先生が本質を知っている。本質ですか。何の本質ですかね。はぁはぁはぁ、もうすでにその本質を理解されてる感じでってこと。ああ、なるほど。あ、じゃあ結構もう気象の業務いろいろ関わってる感じですか。全然やってないけど、はい、昔に言うたりとか。ああ、なるほど、そういう方もおられるんですね。なるほど、手強い人来た。はい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 、オタク。オタクですか。何オタクですかね。はい、はい、雲オタクなんです。